ありがとうしこんにちは、ぜひこれ。それは今回なんですけども、という前に、本題に入る前に、ライブ配信の告知です。今週の YouTube のライブ配信は、11月の16日土曜日の、20時30分から1時間30分を行いますので、お時間ある方はぜひ遊びに来てください。ということで、本題に戻りまして、D 払いセブンイレブン10%還元開始、12月は、コンビニやキャッシュレッショ者還元のお店でもお得なキャンペーンということで、今回は D 払いが大きく3つのキャンペーンというのを発表したので、サクッとお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目のキャンペーンがこちらセブンイレブンで D 払い10%還元キャンペーン D 払いアプリなら今なら10%の D ポイント還元ということですね。まあ、こちらのキャンペーンは2019年の11月の14日から12月の1日までのキャンペーンとなっています。なので明日から参加が可能ということですね。で、キャンペーンの詳細なんですけども、この D 払いで700円以上お支払いいただくと通常の D ポイント200円につき1ポイントに加えてキャンペーンの還元として10%分の D ポイントがもらえます。で、還元される D ポイントの上限 上限っていうのが1000ポイントまで、となってま,すでまあキャンペーンのページを見る限りは、クレジットカードに関しては記載がなかったので、こちらについては D カード以外でも還元はされそうですね。あと、セブンイレブンではキャッシュレッスン者還元の2%のお店がほとんどだと思うので、2%分の即時値引きがかかります。なので、税込みで715円くらいお買い物するのがいいのかなと思います。けどまあ一度にセブンイレブンで715円以上のお買い物のイメージができない方のために、例えばどんなものがあるのか僕なりに簡単にお伝えすると、 こちらのバナナチップスチョコが1個税込みで149円なので5個購入すれば745円と715円をちょっとオーバーしてしまいますがこれで10%還元がされますまあ、還元される以外にもとても幸せな気分になりますねで先ほどもちらっとお伝えしたんですがこのキャンペーンを参加するためには必ずエントリーが必要となってます、まあ、というよりもほとんど D 話題のキャンペーンに関してはエントリーが必須という風うに覚えておくのもいいのかなと思いますでやり方は簡単でエントリーボタンを押して専用の URL にアクセスしますそしてログイン ができたらこのようにエントリー完了画面が表示されるので忘れないようにお願いしますそして次2つ目のキャンペーンなんですけども先ほどのセブンイレブンのキャンペーンが終わってからそれが終了した直後に今度はコンビニエンスストアで10%還元のキャンペーンというのが開催されますまあ前もちょっと噂されてたんですけども期間はセブンイレブンでのキャンペーンが終わった次の日ですね2019年の12月の2日から12月の15日までの約半月となっています同じくこちらもエントリーが必要となってまして対象のコンビニエンス ストアで d 払いをしたら10%還元がされます決済の1回あたりの申請上限は500ポイントそ,そして期間中の上限のポイントは2000ポイントまでとなっていますで対象のコンビニはこちらローソンナチュラルローソンローソンストア100ファミリーマートセブンイレブンポプラ生活最下クラシーハウス3 8ミニストップこれらがキャンペーンの対象店舗ですねそしてこのキャンペーンの注意点なんですけども D カード以外のクレジットカードは対象外となりますのでもし D カードをお持ちでない方の場合は電話料金の合算払いあとは銀行口座で とかセブン銀行 ATM で、のチャャーージをしてキンンペーンに参加すすることもできますで最後、三つ目のキャンペーンですね。こちら、D バライス生活応援キャンペーンということで、合計10%の D ポイント還元ということですね。で、期間は2019年の12月の2日から、なんと、来年の2020年の3月31日まで開催がされます。まあ、これ思ったより長くて驚きましたね。で、このキャンペーンなんですが、簡単に言うと、今出てるような、キャッシュレス消費者還元の5%のお店で、なおかつそこが D バ 前の対象店舗だったた場合合そここでで決済ををしたら D 払いいがが5%分を上乗せされて合計で10が還元されれて計10%還元るということうになりますなので、分かりやすい例で言うと、現在 PayPay で開催されている街角 PayPay のキャンペーンとほぼほぼ似てるような感じですね。キャンペーンの詳細なんですけども、こちらも同じようにエントリーが必須となってます。で、還元上限は、決済1回あたり500ポイントで、1ヶ月あたりは2000ポイントまでとなってます。そして、クレジットカードに関しては、こちらも D カード以外は対象外なので、持ってない方は先ほどもお伝えしたように、 電話料金合算払いで、すすとか銀銀行行口座ででででののチチャャーージジやセブン銀行でのチャージであれば参加ができますでキャンペーンの期間をまとめると、セブンイレブンのキャンペーンが明日の14日から12月の1日まで、そして、それが終わったらコンビニエンスストアのキャンペーンに関しては12月の2日から12月の15日まで、で、D 払いの生活応援キャンペーンについては12月の2日から来年の3月31日までとなってますので、まあ、参加される方はそれぞれの専用ページでのエントリーを忘れないようにお願いします。まあ、そんなこんなで今回は D 払いのキャンペーン三つについて 簡単ではありましたが、お伝えさせていただきました。還元率はまあ以前に比べて下がりましたけども、キャッシュレッショ者還元の5%のお店であれば、来年の3月まで開催されるので、これはこれでまあ個人的には嬉しいかなと思います。まあコンビニのキャンペーンは以前に噂されてましたが、さらに2つのキャンペーンが来ると、なかなかやっぱ D 払いも面白いですね。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンクもそれぞれ貼っておきますので、詳細気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。